え皆様こんにちは今回はですね、えー、画面に映っておりますエソテリックのお新製品 P02X、D02X、えー、そして旧モデルの P02、D02 そしてこれに加えて TAD のですね D600 こちらの音質を比較していこうというふうに考えております今この画面のですね中央に4台並んでおりますけれども左から P02、 D600 0 P02XD02X 2そしててという,ふうになっております D 600はですねちょっと離れたこことは違う場所に設置しておりますけれどもこの3つのですねプレーヤーを比べていこうというふうに思いますではそれぞれのね概要から簡単に説明しておこうと思います P02D02 なんですけれども VRDS のメカニズムを使って 使った CD トランスポーター P02 とですね35ビットの DA コンバーター D02 からなりますどちらも価格は140万円でセットで240万円というふうになっています今回はですねこちらをですね XLR ケーブル2本を使った ESLINK3 という形でつなぎましてそして BNC ケーブル1本を使って d コンバーター側からトランスポーター側に22メガのクロック信号を送って同期した状態で聞いてみようというふうに思います。こちらのモデルには例えばクロックに使うための BNC のデジタルケーブルと P02D02 をリンクさせるための XLR ケーブル。 デジタルケーブルなんですけどは付属しておりませんので別途購入する必要がありますそれらがない状態でペアで280万という価格になっていますそしてこちらがですね新製品の P02XD02X ですねこちらも価格は同じそれぞれ140万円セットで280万円という価格になっていますそして今回新たに作られた ES リンク 4というね、HDMI HD ケーブル、XLR ケーブルに変えて HD、HDMI ケーブル2本を使って、トランスポーターと DA コンバーターをつなぐんですけれども、こちらに使うですね、HDMI ケーブルは2本必要なんですけど、これはです、ね、あの付属しておりますので、追加で,です、ね、購入する必要はないですね。そして えー、D02X から P02X にはやはりあの22メガのクロックを送るんですけれどもこちらの,の BNC デジタルケーブルは付属しておりませんので別途購入する必要があります。 この P02XD02X、まあ、どこが変わったかという進化のポイントについて簡単に説明していこうというふうに思います。まずあの先に申しましたように P02D02 ではですね XLR ケーブル2本を使った4倍オーバーサンプリング48ビットもしくは8倍オーバーサンプリング24ビット ね、ESLINK3 から HDMI ケーブルを2本使った8倍オーバーサンプリング48ビットのですね ESLINK4 に進化したとこれによってですねトランスポーターと DA コンバーターをつなぐ時の信号のやり取りがよりスムーズになりジッターが軽減したというふうにあのエソテリックは説明しておりますそして D02 がですね35ビット精度の演算だったんですけれども D02X ではですね EA コンバーターのチップがアサヒ化成の AK4399 から新しい4490に進化したことによってこの35ビットが36ビットと1ビット多くなってより細やかな演算電圧方向の演算が可能だというふうになっておりますさらにこのより細かくなった電圧の変化をですねリニアにプリアンプあるいはプリメインアンプに伝えるために HCLD バッこの回路がですねあの設けられたことによって出力電圧はですね P02D02 よりも X モデルでかなり高くなっておりますから聞き比べをするきには同じボリュームの位置だと 02X モデルの音がかなり大きくなるので注意が必要だと思います。今回実際にテストしてみましたけれども。 まず02がです、ね C、今回の主張にはですねプリアンプに C600TAD の M600 そしてスピーカーに TAD の r 1 m II を使うんですけれどもこの TAD の C600 のボリューム位置がですね P02 で51だったものが P02X だと44.5ぐらいなのでかなり絞らないといけないのであの実際に店頭で聴き比べられる場合 音量が大きいとね必ずよい音に聞こえますからその点は注意しながら聞き比べることをおすすめします、えー、次にですねあとは、まあ、メカニズムのところがですねさらに、えー、レーザー加工によってより精度が上げられているですとかディスプレイが有機 EL に変わっているとか、まあ、そういった部分がありますねあとはあのクロックがですねあの従来モデルよりもあの大型化された まあこれは TAD の D600 が業界先陣を切って採用した大型の水晶を使う水晶発信紙なんですけれどもこちらが採用されておりますさらに USB 入力もですね進化しまして D02 が,が PCM の 192kHz24bit までの対応だったのに対し D02 X でではですね、新たにこれが PCM384kHz32bit まで、えー、DSD もですね 11.2MHz まで、えー、対応するようになりましたそして、えー、まあちょっと変わったところでは RCA の同軸トスの光ケーブルでも DSD の 2.8MHz の信号が送れるようになったというところが、えー、大きく変わった点というふうに考えております。 えー、そして、えー、少し古いモデルなんですけれども TAD の D600 ですねこちらはあ250万のあの一体型のプレイヤーになりますねはいえー、まああのー、セパレ280万のセパレートプレイヤーと250万の一体型プレイヤーだと、えー、まあモデルも古いですしあのー、セパレートになっていない USB 入力も備わらないということで、えー、まあ 完全にあのアウェイというか不利な状態になるんですけれどもねあのそれはそれとして D600 にしかない、e、いい点とうのもあ,のあります、まあ、これはですねまず電源が別になっているということで、えー、電源のトランスが発生する振動ですとか電磁波ノイズがですね、えー、繊細な信号を扱うデジタルアナログ回路に全く混入しないで、えー、済むというまず大きな利点があります。 あとこの本体のです、ね、この下の黒い部分はですねこれは厚さ確かにセンチぐらいのですねあの軽金属の塊から NC で削り出された非常に高剛性のベースがありましてそのベースの上に全ての基板が載せられるということでやはりあの振動対策という点に関しては現時点でも 02X を上回っているかなというふうに思います。推奨発信種は同じですね えー、DA コンバータはーはこちらは TI のものを使ってたと思いますねバーブラウンのものを使ってたと思いますでその辺も DA コンバーターの方式もちょっと違うと思いますね、えー、あとはですねあのー、セパレートと 一体型っていうこの CD プレイヤーとしてね考えた場合にこれはどちらが有利かということなんですけれども設計的にはねこれは一体型の方があの圧倒的に有利です何が有利かというとまず 0202X はですね BNC のデジタルケーブルを使わないと DA コンバーターとメカ側のですねトランスポーター側のクロックがロック つまり同期できなかったんですけれども D600 はですね一つの推奨発信子から非常に短い信号経路でこのメカニズム系と DA コンバーター側を同期させることができますね。これはですねコンピューターの例えば CPU がどんどん小型化していって同時に動作周波数が上がったようにあのクロックの周波数っていうのは高くなればなるほど距離ですとか 配線ののの引き回しの物理的な環境の違いによってズレが生じますつまりあのジッターが起きるんですね、えー、CD プレイヤーのクロックはあのコンピューターの CPU と比べるとはるかに低いのであのその影響は少ないんですけれども少ないとしてもやはり配線経路はシンプルで短い方がクロックの伝送には有利だということは言えると思いますあとやはりあのトランスポーターと DA コンバーターを同じ筐体の中に収めているということで最もシンプルな方法で、えー データのやり取り取ができると一旦何かの例えば HDMI ケーブルを経由するように信号をコンバートすることなくトランスポーターと DA コンバーターを直接つなげるっていうこういうメリットはあると思いますねただ設計年次が古いので今回この設計年次でいうと02世代ですからこの02世代の TAD のフラッグシップと、さらに 02X に進化したエソテリックのフラッグシップと、この変わらずにいる TAD のですね、フラッグシップの音の違い、こういったものにも興味が持てるというふうに思います。えー、聞き比べるシステム、これはあの先ほどお話ししましたけれども、はい、このようにですね、 プリアンプは TAD の C600280 万円パワーアンプは TAD の M600 ペアで500万円スピーカーは TAD の R1M2 ペア700万円という非常にあの豪華なものを使っていこうと思いますそしてまずこのプリアンプパワーアンプスピーカーは固定して P02 これは ES3 のリンクでつないだ P02D02 と ES4 のリンクでつないだ P02X、D02X、そして最後に TAD のリード D600 この順序で聴き比べていこうというふうに思います聴、えー、き比べる楽曲なんですけれども えー、フルトベングラー式ウィンフィル・ハーモニー演奏のですね「伝演」これはあの非常に古い録音でモノラルですね、えー、まあモノラルディスクがどのように聞こえるか古いディスクがどのように聞こえるかっていうのを聴き比べてみようと思いますそして同じようにこれも古い時代のジャズなんですけど、えー、ジュリー・ロンドンの歌う「グッディ・グッディ」これをまああのなんとなくこうライブ でライブ感を演出したスタジオ録音になっているんですけれどもマイク構成も非常にシンプルで録録音音ととしてはあの素直なにに属すす。るいいう思まこれがですねメロディー・ガルドという人の歌う「Baby I'm a Fool」。 これは最近のジャズなんですけれども、最近の録音というのはマイクをたくさん使って、しかも平均音量を上げて、それをデジタルでミキシングするという非常に複雑な編集がなされております。電源はモノダモノラルだと言いましたけれども、モノラルっていうのはマイクが一個しか使われていないので、マイクが捉えた時点での音の重なりっていうのが全くないんですね。だから実際機械の方で音が濁るとですね、それがストレートに出てくるので、モノラル録音の ソフトっていうのはある意味機械のその素性機械の歪み機械の音楽性っていうのを、えー、ダイレクトにね。あの反映してくれるので、私は必ず視聴テストにはこういったソフトを加えることにしております。そしてグッディグッディなんです。これは多分。あのー、各楽器にマイク1本。 そしてアナログコンソールでミキシングされててやはりあのマイクの数が少なくて、えー、編集があまり複雑にされていないということで素直な録音のソフトの代表として選んでおりますそして「ベイビー i m a f o o l ですねこれはもうあの現代的なあの複雑に処理された録音の代表としてこういったディスクを選んでいます。 そしてカーーペンターズですねこれは、まあ、あの比較的シンプルな録音でソフトは古いんですけれども、まあ、あの電気楽器も使いさまざ、あ、まな要素を含む往年のですねビンテージの時代のソフトがどのようになるかということでこのソフトを選んでいます。そして最後にですねキース・ジャレットの「ケルン・コンサート」これはですねあのキース・ジャレットがピアノの響きを非常に美しく水のない波のない 水がなければダメですねあの波のない水面に水が滴り落ちて波紋が美しく広がっていくような状況でピアノの音響きを重ねていますもともと複雑なピアノなんですけどその響きをですね達人がコントロールすると見事に美しく広がっていくていまあ、そういう様が録音されてるソフトなんですけどやはりあの再生系に何らかの 歪みですとかこれは、まあ、あの電気的なものをおだけではなくて長感的な歪みですとかあるいは、えー、共鳴、まあ、物理的回路電気的、まあ、いろんな共鳴が機械の中で発生するんですけどその共鳴によって、えー、音が濁るか濁らないかこういったテストを行えるというふうに考えております。まあ、こののメロディーガールドの ベイビーア,イムアフールを除いて全般的には1980年以前に録音されたソフトが中心となるんですけれども、まあ、あのこのエステリックのですね02、02X あるいは t の d の D600 あたりを購入されるお客様がです、ねまあ、多分最も中心的にこの時代のソフトを聞かれるんじゃないかなということを想定してこの5つのソフトを選んでみました。 でではこの後ですね、P02D02 から聞いていこうというふうに思います。